移籍が決まった話題からです。Because I think McLaren Honda it's so good in the moment、and my dream is to be world champion one day and I think it's how it looks in the moment more easy with McLaren so the decision was quite clear、oh, I like Senna because it's no, for me it's no problem I had with him never a problem、we always had quite good relation of course it's different if you drive with somebody in the team it changes a lot but in the moment I cannot say anything different because I never worked with him and so the only thing is wait and see what will happen 去年のマクラーレン緊迫したこういうような雰囲気に包まれましたね、横置きギアボックスを持ち込みましたけれどもその変更に伴って作られた新しいオイルタンク、はい、その内部に問題がありまして、これがあの横置きの新しいトランスミッションですね、これがその問題のオイルタンクの上部の部分ですね、これがそのブリーザーの部分で問題になった部分です、結局金曜日と土曜日数種類のタンクを取り付けて必死の対策を行ったんですけれどもなかなかうまくいかず1周あたり2リッターものオイルをブリーザーから多量にコースにぶちまけての走行なんですね。ひどかったですね、はい、ひどい状態です、うん、まあこういうひどい状態で金曜日土曜日と2日間走行したわけですね、はいはいまあ、とにかくレースに行って今日どうなのかということが非常に、ねはい、問題になります。で日曜日の朝2時までかかってですね対策を施した新しいオイルタンクが今画面に乗っかっているものです、はい、これでマクラーレンは Very well. It's a small problem with the oil tank、for the engine. It's not a problem with the engine. It's just the oil tank that goes in the gearbox is not properly working. The team has made many changes, has worked very hardon the past、this past week especially yesterday to today and、I think we can race tomorrow but、we have to be very accurate and very careful physically I'm well mentally I'm very well I have a mixture of allergy and cold、mainly is my voice now I don't have any more pain so it's not a problem when I drive I forget it 何しよう高速サーキットですが、うん、例えば10気筒より12気筒とか、あるいはルノーのなんかエンジンがすごく信頼性があるとか、いろいろ言われてますが、この辺、ホンダとしてはどうですか、まあ、すごく速くないですよね、まあ、セカンドギアコーナーがあっても、今、平均車速が250キロぐらいですからね、まあ、これ大変速いんですけども、まあ、その中で最高速も含めて、我々がトップということですから、まあ、現実問題、今でも12気筒よりパワーが出てるんじゃないかと思いますけどね。そうですか、まあ、ちょっとね。いつものホンダマクラーレンチームと違ってですね少しドタバタしましたけども、まあ、ちょっとレースらしい気分にもなってきたということで明日には笑ってですね、まあ問題もああいう問題もあったねと言えるようにしたいですね。そうですか。7号馬です。グリーンフラッグが今振られました。1989年イギリスグランプリ今スタートを切りました。トロストが素晴らしい出し込みを見せました。トロストが素晴らしいスタートを切ってさあ早くもセナをかわして第1コーナーいや内川セナやはりセナです。第1コーナーセナがキープしました。コツコーナーです。これから左コーナーマロッツに入りますがセナが先頭そしてぴったりとプロストが2番手です。さあ後続のマシーンも今左コーナーマロッツをクリアしていきます。セナプロストそしてフェラーリの2台ですがマンセルベルガーと続きます。そしてウィリアムズの2台です。ウィリアムズの2台がその後ろパトレーゼそしてブーセンが続いていますがさあこれが中島でしょうか。はい、今皆さん中島もなかなかいいスタートを切りましたね。16番手だと思うんですけどね、はいはい、別にトラブルもないし今中島のスタートをご覧いただきますが、今回のイギリスグランプリも中島選手に向けてですね2台の、フィッセリキ独特のカメラを用意しているんですが中島選手いいスタートですねこれなかなかね。そうですか、はい、そしてあの第1コーナーこれまでフランスでもいろいろあったんですが、まあ、ここはね、まあ、比較的コース幅もあの広いですしね、はいまあ、セナがちょっとホイールスピンしてしたんですけれども、うまくリカバーしましたね。そうですね、はい、セナそしてプロストその後ろにマンセルさらにベルガーマクラーレン2台そしてフェラーリ2台ウィリアム2台で今最終コーナーを立ち上がってホームストレートオープニングラップはセナが取りました。そしてマクラーレンのプロストが2番手その後ろマンセルベルガーと続きます。さらにウィリアムと2台でありますがブーセンパトレーでその後ろはベネトンのナニーニが現在7番手を走っています。さあ2周目に入りました。中島15番手です。中島15番手でオープニングラックを終えました、はい、さんあのそれほどスタートのトラブルもなかったしこれが中島の今車体ですが、これからのなんか中島に期待をかけてですねどん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 
大川さん、はい、長瀬さんどうぞ。先ほど突然ピットに入ったラリーニなんですけれども、右側のミラーの脱落です、ミラーを取り、17位ですね。現在中島は17位を周回しています。トップのセナ、そしてプロスト、相変わらずフェラーリの2台がその後ろ、そしてウィリアムと続きますが、普通に比べて予選中からトラブル多かったですね、うん、そうですね、今日も初めて今回ギアボックスのトラブル、ベルガーに出てました。あ、カウルを開けますね。大川さん、はい、大川さん、はい、今コンピューターを変えようとしています。あ、そうですか。そう、まず変えようとしています。そしてエンジンに手が伸びて、今まずプラグを1本外して様子を見ようというところですね。うーん、これはエンジンが、現在4位を風船。あー、幸せ。おっと、ペナルティー、ペナルティー、ロストが抜けていきました。さあ、セナが戻れるか、レースに。おっと、いやー、マゴッツですけどね。あ、そうですね。ここはイージーコーナーですよ。あ、ここは全然難しくないコーナーですよ。はい、いや、空回りしてます。さあ、戻れるか。あ、ダメですね。潜ってしまいましたね。はい、これさあ、セナが車を降りました。リタイア。あ、ご覧ください。さあ、先頭のセナがコーナーでミスをします。あ、テールスライド、ね、はい、テールスライドしてベケツで右コーナー、はい、あー、後ろからグリーンを越えてダートに飛び出して潜ってしまってレースに戻れません。セナリタイア。早くも12周目でセナがヘルメットを脱ぎました。イギリスグランプリ、やはり今恐ろしいですね。でもセナの表情です。こういうポジションは勝てない。うーん、イギリス GP の伝説ですね。はい、これでフランスのリタイア、まあ、あの時はスタートしてすぐ、そしてこのイギリスでも12周目にですね、このようなスピンコースアウトリタイアです。中島12位です。今順位上げてます。はい、中島は現在12位で周回してますが、森脇さん話してみてください。あのプロストのその強さ、これはもう抜群のものがありますからね。ですからやはりその速いセナに対して強いプロストというのがもう現実にありますからね、ですからそういう点ではマクラーレン来年パトレーゼ、その後ろ7位にピケが6位です、はい、そして7位カペリ、8位がアリオ、9位がモデラで、それがタイムを出ない、あるいはエンジンのトラブルもあるということで、はい、非常にこのウィークは辛いウィークですね。そうですね。あ、そうですね。飛び込んできましたし、目が離せませんね。はい、ここのね、試験の立ち上がりが中島は、いつもパトレーゼ。パトレーゼ、クラッシュ。ドライバー大丈夫ですね。ドライバー大丈夫ですが、パトレーゼがコースアウト、クラッシュ。ご覧のように、ノーズのところは何もありません。いやー、車は大破しました。まあ、ここハイスピードシルバーストーンですからね、何かあるとスピードが高いから車が本当にまあバラバラっていうかね、はい、ものすごいそのスピードの衝撃で。ここはクラブですか、クラブコーナーです。いやー、しかし森脇さんね、これはすごい、もう全くのバラバラですね。そうですね、完全に今右フロントタイヤがね、はい、サスペンションのアームごと、うわー、完全にタイヤバリアがね、はい、すごい、まあ、タイヤバリアの、まあ、クッション効果っていうんですかね、はい、しかしあのドライバー風船が入ります、はい、スローパンチャーのようですね、左のリアです、はい、ただ変えて押し出そうとしたところ今エンジンが止まってしまいまして。あ、そうですか、はい、エンジンスターターを持ってきて、あ、改めて、はい、はい、スターターを今回しています。そうですか、かかりました、大丈夫です。そうしますと左のリアタイヤを取り替えただけということですね。スローパンチャー、ただ4本、オンの位置が微妙ですから、はい、確かに難しいことは難しいんですけれども、彼らも何万回って走ってるわけですしね、はい、それなりにセッティングされてるわけですから、やはり何らかのコースコンディションというのが考えられますね、はい、先ほどちょっと言いましたけど、ピケの車体の時にもうかなり早い段、右の前のタイヤが確認して、右の前の、うん、あ、これがスローパンチャーですね、はい、右の前は完全にブローしています。わかりました、はい、はい、4本ともまずタイヤを変えます。そしてフロントタイヤ、フロントサスペンションマンセルが今11秒26で出てきましたが、大川さん、フロントタイヤのパンクだけで済んだようですね。わかりました、はい、ただ森脇さんね、はい、今の状態でだいぶ走ってきましたよね。そうですね、まあ、抜かれることはないですね。そうですね。さあ、どうか、オイルでベトベトですから、はい、しっかり拭いてますね。さあ、タイヤ交換。 おっと、どうした、エンジンがかからない、エンジンかからないのか、どうした、まだ出られません。ちょっと待てですね。ちょっと待て。大川さん、はい、エンジンは大丈夫、かかってます。あ、後ろのタイヤ。はい、右のリアがちょっと手間取ってます。あ、手間取った。大丈夫です。さあ、どうか。
さあプロストがピットアウトしていきます。さあマンセルはまだ来ていない。今マンセルの時に何かやっぱトラブルあったんでしょうね。なるほどね、はい、であの時にはもう18秒台19秒。今日これで38勝目をマークしますと、ですから、残り8戦、今年中にもうあっという間に40勝になるじゃないですか。なっちゃいますね、すごいことですね。そして2位クロストをフェラーリのマンセルですが、16.8 秒遅れ、やはりペース上げられません。周回に入りました。さあクロストが最終周回に入りました。第1コーナーコプスを抜けて、そしてマゴッツ、左コーナーのマゴッツを抜けて、そして右コーナーのベゲッツです。右コーナーのベゲッツを抜けていきます。チャペル、そしてここからご存知ハンガーストレート、このシルバーストーン名物のハンガーストレート、少し下っています。まあ、金曜日からのことを思い出すと、そうコーナーとてもね、そうですね、今回のマクラーレン、ホンダ、危うしというのがね、もうみんなライバルもこれはって思ったくらいの、まあ、そういう状態だったんですけどもね、はい、はい、さすがにこういろいろプロフェッショナルですね、マクラーレンも、ね、ホンダも、そしてアラン・プロストも、はい、アビーコーナーを抜けました。さあ、いよいよ最終ラップに入っています。すでにチェッカーフラッグが用意されています。プロスト通算38勝目が目前です。さあ最終コーナーを立ち上がって、今アラン・プロストがチェッカーフラッグを受けました。アラン・プロスト通算38勝目を今達成しました。今シーズン3勝目です。右手を上げました。そしてその後ろ試験員を抜けて、軽く会釈、ね、をしながら、さあフェラーリのナイジェル・マンセル、地元イギリスで2位でフィニッシュ。2位でマンセルがチェッカーを受けました。あ、その後ろですがロータスの2台ですが、まあ、仲良く2台並んでるので、まあ、チェッカーを受けるわけですね。そして、ね、中島、残念ながら、中島選手、気持ちいい汗をかきながらのインタビューでしたが、森脇さん、はい、このイギリスグランプリの印象どうでした？そうですね、金曜日土曜日の感じではですね、王者マクラーレン危うしという感じを非常に、持ったんです。ところが終わってみればさすがプロストで、こういうその荒れたレースというかですね、トラブルの時に、やはりプロストは強いですね、はい、その強さというのをまじまじと見せてくれました、はい、マンセルも頑張ってトラブルの続きのですねフェラーリをなんとか2位に持ち込んでくれました。よかったレースだと思いますよ、はい、プロストが優勝、マンセルに何位にが3位でした。さてコンストラクターズチャンピオンシップですが、マクラーレンホンダが74ポイント、そしてウィリアムズルノーが35ポイント、フェラーリが21ポイントとなっています。一方、ドライバーチャンピオンシップですが、ご覧のようにプロストが47ポイントで、2位のセナに20ポイントの差をつけました。2位、3、4、この辺りは非常に激戦になっています。さて、今皆さん前半戦が終わって予備予選の組み替えがあります。そうですね、後半からもう予備予選が免除されるチーム、シードされる上がってくるチームはスクーデリアイタリア、ブラーバム、リアルになったわけですね、はい、そして今度予備予選受けなければいけない、また下がっちゃったチームはローラ、AGS、コローニ、このチームになりました。まだまだ茨の道の続く鈴木アグリ、そしてヤマハの後藤監督のインタビュー、このイギリスで撮ってありますので聞いてください。進歩してないね、何も。ロードイクベラートクラボールカンクエストボールディベッキロロパート